ジャイアントパンダ。ジャイアントパンダ。アイラーラポダメラノルカは、哺乳孔食肉目クマかジャイアントパンダ族に分類される食肉類。白と黒にはっきりと分かれた体毛が際立った特徴である。ジャイアントパンダ族の唯一厳生する一種。視線と心霊の二種が知られる後期分類を参照。単にパンダと呼ぶときは、この三種を指し、 レッサーパンダはそのまま呼ばれることが多い。中国大陸で進化し、アバチベット族ちゃん族自治周域内が主たる生息地である。現在では中華人民共和国のごく限られた地域、四川省、潜水省などに、わずかな等数が残存する、畜色などの装飾傾向が比較的高い雑色性の大型保乳類。中華人民共和国、甘粛省。 四川省、潜水省の心霊山脈、林山山脈、湖北省、湖南省では絶滅。化石記録から古くは、北京周辺からベトナム北部、ヤンマー北部にかけて分布していたと考えられている。体長120から150センチメートル。尾長10から15センチメートル。体重オス100キログラム、メスは90キログラム。 飼育個体ではオス1 2 0ラム、メス1 0 0ラム。全身は分厚い体毛で覆われる。次回やめの周囲、肩から、全身、甲子は黒く、他は白い。種商業メラノルカは、黒白のノイ。色彩は古くは捕食者から輪郭をごまかすのに、役だったり積雪地域での保護色だったとする説も、あるが、現在では、人間以外の捕食者は、 ほとんどおらず雪もあまりない環境で生活している。歯列は、門歯が上下6本ずつ、剣歯が上下2本ずつ、小球歯は上下8本ずつ、球歯は上顎4本、下顎6本の計42本。球歯は大型。食堂には臨場の角質が並ぶ。胃の角壁は厚い。肛門や正器の周辺に分泌腺がある。 出産直後の幼獣は体長十五センチメートル、体重八十五から百四十グラム、体色はピンク色。生後一ヶ月で毛衣が成獣と同じようになる。乳頭の数は四個。俗名はアイラーローズ、猫、パス5巻、ポットマイナス、足の合成後。種庄明は同じく、ギリシア語、メラス5巻、メロンマイナス、クロイト、ルコス、 白い糸をつなげて黒白のといった意味合いである。今では世界中の諸言語で単にパンダ、パンダと呼ぶ場合、レッサーパンダではなくこのジャイアントパンダを指すことが多いが、学術的に発見されたのは1835年のレッサーパンダが先であり、オリジナルのパンダに比して大きな新種。当時はそのように考えられたが1869年に、 なって発見されたことを受け、レッサー、イ、より小さい、小型のという特徴が名前に付け加えられた権威がある。パンダという呼び名の由来については、ネパール語で、竹を食べるものを意味する、ポンガ、ポンガ、ポニャ、ポンヤ、ポーニャ、ポーミヤ、CF レッサーパンダの現地、ネパール語名、ニガリアポニャ、ニアーラポンガ、ポーニャなどに求める、説、 特徴的な四根骨などの骨格に求める説などがある。西洋の世界はもともと赤いパンダにこの名前を付けた。赤いパンダに関連していると間違って言われた1901年まで、ジャイアントパンダは白黒の猫の足の動物、アイラーラプスメランオリヤカスと呼ばれていた。ただし、これらの語はどのようなネパール語辞書からも見つけることができないものであり、論拠に疑問がある。 標準名は、大熊猫、ターシュン魔王。アシュレベルでは、模式アシュを、四川大熊猫、もう一つのアシュを、心霊大熊猫、として呼び分ける。中国語で言う、熊猫、も、レッサーパンダに由来する。猫にあまり似ていない、ジャイアントパンダであるが、それを指す中国語に、猫という字が入るのも、元はこの名が、レッサーパンダを指していた名残である。 中国の山奥では竹を食べる、と、生態が似ているため、レッサーパンダが大きくなると、ジャイアントパンダになると信じられていた地域もある。今でも、熊ではなく猫の仲間だと誤解している、中国人が少なくない。中国語では、パンダは、オオクマネコ、シ猫、春マオと呼ぶが、台湾では、オオネコグマ、マオシュンが一般的である。ジャイアントパンダはそれに代をつけた。 大熊猫である。同、パンダ、本来、熊猫は、レッサーパンダを指す、奥地に住むジャイアントパンダの存在は、近代まで、地元民以外には知られていなかった。日本語では、標準和名、ジャイアントパンダのほか、ジャイアント部分を日本語にした、大パンダという和名が存在し、一時は、これが、主流になっていた。これ以外に、色分け熊や、 白黒グマという和名もジャイアントパンダと並んで使用された例がある。1869年3月11日、博物学に長けたフランス人宣教師のアルマン・ダビドが現在の中華人民共和国支線省西部、宝教県にて地元の漁師が持っていた白黒模様のパンダの毛皮を欧米人として初めて見した。後日、パリの国立自然史博物館に 毛皮と骨などを送った。これがきっかけとなってジャイアントパンダの存在が知られるようになり、毛皮目当てに狩猟ブームになった。20世紀になると絶滅の危機を迎えていた。探検家のウィリアム・ハークネスが生体をアメリカに連れて帰ろうとしたが病で死んだ。その後、妻のルース・ハークネスが1936年11月に ジャイアントパンダの幼獣を見つけて自国に連れ帰った。その剥製がアメリカ自然史博物館に保管されている。クマ科に似ているが、アライグマ科に近い特徴も持つ。そのためクマ科に属するか、アライグマ科に属するか、独立したパンダ科、もしくはジャイアントパンダ科に属するかの論争が長年繰り広げられていたが、古生物学、形態学、分子系統学的研究の結果、 近年では、クマ科に分類される。一方、レッサーパンダは、独立したレッサーパンダ科に分類された。2005年に、頭蓋骨が小型で薄刃が大型であること、上胸部が暗褐色。通常は黒い、腹部も褐色の個体が多いか白い個体でも、褐色の体毛が混じる。通常は白いこと、DNA 指紋法による分子解析から、 心霊山脈の個体群を足とする説が提唱された。仮にこの足を認めた場合は、以下のようになる。標高1200から4、100メートル、主に1500から3、000メートルにある竹林に生息する。3.9から6.2平方キロメートルの行動圏内で生活する。1日あたり500メートル以上を移動することは稀。昼夜を問わずに活動するが、 白明白母性傾向が強い。冬季になると、積雪の少ない標高800メートルくらいの地域へ移動し、冬眠はしない。植生の99%を竹や笹の葉、幹、竹の子が占める。あやめ一派スクロッカスサフランリンドウなど、他の植物質、ネズミなきウサギなどの小型哺乳類、魚類などを食べた例もある。1日のうち55%。 平均14時間12分を最食に費やすが、消化期間が植物の消化に適していないため栄養摂取の効率が低いためとされる。消化率は約20%で、食後約12時間、タケノコでは約5時間で排泄される。1日あたり10から1 8ラム、水分の多いものだと3 8ラムの食物を食べる。3から5月に交尾を行う。 洞窟や軌道で1回に1から2頭の幼獣を産む。飼育下では3頭を産んだ例もある。出産間隔は隔年だが、幼獣が早期に死亡すると翌年に出産することもある。生後40から60日で開眼する。授乳期間は8から9ヶ月。生後5から6ヶ月で竹などを食べるようになる。生後4から5年で生成熟すると考えられている。 飼育下での最長寿命は34年だが、通常は長くて26年。北京動物園が1978年には初めて人工受精での繁殖に成功した。1990年現在では1980年にメキシコのチャプルテペック動物園が8日後に死亡。1982年にスペインのカサデカンポ動物園が人工生での繁殖に成功している。 1983年にアメリカ合衆国のワシントン動物園でも飼育か、繁殖例があるが、生後3時間で死亡している。日本では1972年に恩師上野動物園で初めて飼育されたカンカン、ランランは、ランランは1979年に妊娠中毒と人不全の合併症、カンカンは1980年に心不全により死亡している。 1980年に来日したホアンホアンと1982年に来日したフェイフェイのペアが1985年に人工受精での繁殖に成功したが、幼獣は生後43時間で死亡している。ホアンホアンとフェイフェイのペアは1986年に人工受精での繁殖に成功し、トントン、続けて1988年にも人工受精での繁殖に成功した、悠悠。 現在、日本国内で飼育されているジャイアントパンダはすべて中華人民共和国から借り入れている。ワシントン条約で本来は国際取引が禁止されているジャイアントパンダを日中飼育繁殖研究という名目でレンタルしているため、日本国内で誕生したパンダについては、概ね生成塾に達する4歳になった時点で中国に譲渡しなければならない。 アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンディエゴ動物園には一頭として最多出産6回の白雲がいる。オーストラリアのアデレード動物園は南半球で唯一ジャイアントパンダ、ワンワンとフニの2頭を保育している。自画中祖では本種と推定される竹を食べる白黒模様をしたクマのような動物が枠として記述されており、動鉄も食べる動物と考えられていた。 これは、竹が矢の原料であることから矢を食べる動物と伝わり、時代が進んで、金属製の矢が出現したことで、金属も食べると変化していったと考える説もある。白巨意が記した、バク三女では、バクは金属を食べるという記述のみが誇張され、当以前にはそれ以外の特徴がなくなったと推定されている。加えて、当時代に本種と同じ白黒模様をしたマレークが、 混同したと推定されている。説問会時中から、清市時,時代でも幕は金属を食べる生物とされている。中華民国では、本種の故障は、猫熊で、中国共産党の影響が、大きい地域あるいは、中国共産党解放後に左書きに誤読され、熊猫になったとする説もある。台湾での本種の故障が、猫熊であることも蒸気が理由とする説もあるが、一方で、 中国共産党の影響が大きくない1934年初版の次回においてもすでにクマネコは記述されている。一方でこの次回初版でのクマネコの解説は、公述するデビットなどについてはくれているものの、新京産の怪獣。体は大型で、現存する怪獣の中でも最も珍しいものの一つ。との内容が記述されており、本種とは結びついていない。 およびにこの時点では本種を猫熊とする名称は定着していなかったと考えられている。例としてデビットが発見時における本種の現地での故障は白熊とされている。世界自然保護基金のシンボルマークのモチーフになっている。独特の色彩に関して人間の少女と仲良くなったがその少女が亡くなり、葬儀で号泣して、 目をこすり自分自身を抱きかかえたためとす古代中国の伝承がある。毛皮は寝具とすると夢により未来を予知できると信じられたこともある。竹林バスや農地開発による生息地の破壊、毛皮目的の密漁、蛇行自家療養などの罠による混濁などにより生息数が減少した。年現在は生息数が増加傾向にあるが、 将来的には気候変動などによる竹の減少に伴い生息数が減少すると推定されている。1963年に保護区が設置され、1995年現在は13カ所5827平方キロメートルが保護区に指定されている。1989年からは保護区の増設、伐採や飼料の規制、分断した。 生息地をつなぐ回廊を設置する試みなどが進められている。中華人民共和国では40カ所のパンダ保護区を設けてジャイアントパンダを保護しており、最大のものは四川省北部のアバチベット族チャン族自治州にあるガリュー自然保護区。約2000平方キロメートルである。また国家一級重点保護野生動物にも指定されている。 河流自然保護区内には1983年に河流パンダ保護研究センターが建設され、ジャイアントパンダの飼育、研究が行われ、また大いに観光客を呼び込んでいたが、2008年の四川大地震によって壊滅し、飼育されていたジャイアントパンダは散り散りに各地の動物園に移さた。廃墟となったセンターは放棄されたが、近隣のコートオルゴール号の神地壺に、 急遽センターが再建され、2012年10月30日に仮オープンし、パンダ18頭の帰還式が行われた。中華人民共和国では、ジャイアントパンダの密漁は重罪とされている。過去には死刑が最高刑であったが、1997年以降、法律が改正され、現在は20年の懲役刑が最高刑となっている。 死刑が最高刑であった時代に、実際に、処刑、主に銃殺刑が行われたこともある。密漁は、ジャイアントパンダを食料にしたり、高値で取引される毛皮を手に入れるために行われることが多く、主な原因としては、中国における自然保護の管理システムの問題と、ジャイアントパンダの生息地における住民の経済的基盤の問題が挙げられている。 1985から1991年に278人が123件の密輸容疑で有罪判決を受けている。また、中国では、熊の肉、特に手足が高級食材として取引されていることから、熊肉に混じって、パンダの肉も売買されることがあ、経済発展が続く、中華人民共和国では、生息地域だった土地の開発が進むにつれて、 ジャイアントパンダが孤立する傾向にあり、繁殖期になっても、交尾の相手が見つからないといった事態が起きてる。また、本種の主食である竹は、約60年から120年に一度、一斉に開花して枯れてしまうため、一種類しか竹が生えていない地域の場合、この時期に食料にありつけず餓死し,してしまうことがある。以前であれば竹越しの発生していない他の地域に、 ジャイアントパンダ自身が移動することによってその事態を回避することもできたが、20世紀後半以降は道路建設や森林伐採、住宅や農地の開発などによって人間が生息地を分断したことによって移動できなくなった地域もあり、竹しの影響が大きくなるとみられる。そのような問題点を改善するために生息地域付近の開発制限、保護区の拡大、 た地域のジャイアントパンダ同士が相互に交流できるように、緑の会場、ワイルドライフ、コリドー、グリーンコリドーを作る計画を進めている。一九九十年代にクローンを作成する試みが発表されたが、成功したとしても効果は疑問視されている。一九八十三年に中華人民共和国の個体軍がワシントン条約付属書 e に、一九八十四年に。 ワシントン条約付属書 I に掲載されている。1994年における生息数は1200頭と推定されている、保国内の生息数は800頭。2004年に発表された調査では、現在、中華人民共和国支川省北部のビンサン山地、沈聖省南部の新礼山脈、役、甘粛省南部などに約1600頭が生息している。2006年、 生育センターなどで飼育中のジャイアントパンダは計217頭、野生では約1590頭が生育している。この数は1980年代末より約40%増えている。日本ではジャイアントパンダの人気は高く、本種のいる日本の動物園ではそれを目当てとした来園客が非常に多い。そのため、工業などで集客力のある人気者を指す。 客寄せパンダという言葉が生まれた。語源には以下の2種の他にもいくつかある。また、その体の色から白黒のものを指す言葉として使用されることがある。その顕著な例に、日本のパトカーや民間車両では、トヨタカローラレビン、スプリンタートレノ、AE80K の白黒ツトンカラー車を指す、パンダレビン、パンダトレノという語がある。また、色あけるかを、 体色パターンが似ていることからパンダイルカと呼ぶこともあるほか生詰めのコリドラスの一種にもその体色からアンドイスブルッカー1971という学名が付けられたものがいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。